では、今日はですね、えー、東京歯科大学と大阪歯科大学、両方に推薦で合格された山口県の9さん、えー、いろいろお話をお伺いしたいと思います。9さん、今日はよろしくお願いいたします。えーね、よろしくお願いします。はい、関東と関西の、まあ、最難関と言われている歯学部に合格されましたが、結局、 どっちに進学しますか東京歯科大学に進学します。うん、まあね、東京歯科大学が第一志望っておっしゃってましたもんね。まあね、その私立歯学部を目指すということで、まあ、勉強されてる中でね、まあ、そのやりにくさとか、なんかそういうのって感じてましたか はい私立歯学部はもともと私の周りでも目指す人が少なく学校の先生に聞いても情報量が全然なくて歯学部の面接であったり推薦の対策もどのようにしたらいいか分からない状況だったのでメールオンでそれをしっかりご指導いただいてすごくお世話になりました。 じゃあ実際に、ね、メロンを選んでいただいて、えー、やってみてどうでしたか <laughs> 先生方があの私のできないところをピンポイントで指摘してくださって何を対策したらその苦手なところを補えるのかをすごく分かりやすく教えてくださって勉強しやすかったです。はい。 ねえーまあ、英語と数学理科は科学でしたね小論文もやっていただきました、はいはい、最後面接はね僕が直接ご指導させていただきましてまあねお金ちょうだいと言わないから何回でもやろうって言ってねずいぶん頑張りました、はい、本番面接やってみてどうでしたか しっかりと対策していった分あまり緊張せずにあの面接の先生方とコミュニケーションをとるようなリラックスして臨みましたはいでは最後にですね歯、えー、学部を目指す後輩の皆さんに何かアドバイスみたいなものがあればよろしくお願いいたします私立私学部は、 特に推薦であったりするとあの応用をたくさん書くのではなく基礎をしっかり固めることが大切だと思うのでメロンの先生方の言うことを素直に聞いて頑張れば合格できると思います頑張ってください Q さん今日はどうもありがとうございました